こんにちは、アマンダ。コナー、会いたかったわ。よくやりましたね、コナー。よくあの変異体を見つけてくれました。それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。あなたはとても優秀だわ、コナー。ありがとうございます。 DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？後で分析ができるように機体の損傷回避に努めました。ただこう言われました。内なる真実を見ろと。意味は分かりません。プログラムのエラーかもしれませんが。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？期待通りではありませんでしたが、まだ確実な意見をまとめられるほど情報がありません。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？友人関係を築けるように努力してみます。信用させることができれば捜査も前進するでしょう。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。急ぎなさい、時間がないわ。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。なあ、このサンプル調べた。何かで切ったみたいだって話だぞ。新種のレッドアイスでも試してたのか？国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を見通すわけにはいかないと説明しています。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。
おい、見ろよ。みんな大好きプラスチックデカのお戻りだぜ。ゆうべはお見事だったね。ほんと最高。こんにちは。私はコナーです。お前みたいなのは初めてだ。型番は？ RK800。プロトタイプですよ。プロトタイプね。アンドロイドデカだぜ。いつか俺たちに取って代わる。そうなんだろう。おい、コーヒー持ってこいよ。さっさとしろ。無事でいたきゃ邪魔はするなよ。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供。何見てんだ。文句あんのか。アンドロイドのクソだ。僕は廃棄されるんだ。おそらくね。君の生体部品を分析して何が起きたか調べるんだよ。まだ話していないことがあるんだろう。頼む、連れて行かれる前に教えてくれないか。君の作った彫像、あれは何なんだ。僕は死ぬんだ。扉を開けろ。急げ。
連絡してくる。片付けておいてくれ。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。なあ、このサンプル調べたか？何かでキットみたいだって話だぞ。新種のレッドアイスで。聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。いいですか。私が嫌いだったとしても協力し合わねばならないんです。だからお互い努力をしましょう。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。パートナーになったことですし仲良くしませんか。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか。俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。ファウラー警部とは長いんですか。ああ、
嫌になるほどな。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。243件。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨夜人間を殺害したそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何がわかるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありません。いいかてめえ、俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を殺した AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデール地区のようです。ああ、わかった。Thank you.